路上部、唐立巨湯は、日本古代の5世紀後半から6世紀前半の、豪族、聖和連。路上部氏は、伊福部、五百目部とも表記し、伊福部とも読み、大化の改新以前の部民に由来している。慶高天皇の巫女、五百条入彦巫子の名城とする、説もある。以下に述べるように、唐立巨湯の息子の武彦は、 ユニンとして朝廷に仕えていたわけであるが、そこからユを扱う、下級管理として、息吹がなまったものだとする説もある。新先生四録は、五百木ブレンは、オワリレンと同じ祖先で、悲民命の子孫であるとしている。宮城十二門の一つ、陰府門の名前の由来にもなっている。有力天皇三年に、ユニンとして朝廷に仕えていた息子の路上ブレン、竹彦が、 伊勢西宮の若たらし姫王女を犯し、妊娠させたと断言された。彼は、災下が我が身に及ぶのを恐れて、息子を路上を川へ誘い、潜水して、迂回をする真似をして、不意に息子を撃ち殺した。後に無罪と分かり、息子を殺したことを後悔し、流言を流した、厚地深国見を恨み、殺そうとしたという。それからほぼ50年後、初期巻期、第18によると、 安官天皇元年うる十二月娘の畑姫が、物の部おこしの洋楽を盗み取って、春日皇后に献上したという事件があった。ことが発覚したため、唐立教諭は、畑姫を、うぬめ天、秋国の加藤の路上文明を天皇に差し出して、娘の食材をした。もっともこのことで恐れを抱いたのは、物の部おこし側もであって、ことが自分に原因があることでもあったため、 不安に感じた。そこで用心して、大和国の重支部、伊勢国の雷井京村、遠い村の逃げ始め、筑紫国の探査山部を献上したという、ありがとうございます。